有泉雄吾は日本の歯科医師、歯学者、学位は歯学博士、静岡県立大学短期大学部歯科、衛生学科教授、東京歯科大学歯学部講師などを歴任した。東京歯科大学に進学し、歯学部の歯学科にて学んだ。1981年3月、東京歯科大学を卒業した。その後、東京歯科大学の大学院に進学し、 歯学研究家で歯科保存学を学んだ。1985年9月、東京歯科大学の大学院における博士課程を修了した。それに伴い歯学博士の学位を取得した。大学院修了後、母校である東京歯科大学に採用され、1985年10月より歯学部にて助手に就任した。1990年4月、 東京歯科大学にて歯学部の講師に就任した。1997年4月、静岡県立大学に転じ、短期大学部の歯科衛生学科にて教授に就任した。専門は歯学であり、特に歯科保存学や歯内療法学といった分野の研究に従事していた。具体的には、シズや根尖部の周囲の組織について研究していた。また、 歯科衛生士の養成教育について研究していた。さらに、職と高校について研究していた。合わせて、災害が発生した、際の保健医療支援について研究していた。なお、日本歯科保存学会の専門医、及び指導医でもある。学術団体としては、日本歯科保存学会、日本歯科医学教育学会、日本高校衛生学会、日本高校インプラント学会、 日本歯科医療管理学会、日本歯周病学会、日本歯科薬物療法学会、日本公衆衛生学会、東京歯科大学学会、日本栄養改善学会などに所属した。ありがとうございます。